はい、今回のガチンコマッチョクラブは最強のマスクというテーマでね、自分の免疫力を高めるために代謝を上げていきましょう。代謝を上げるためにはまず筋肉をしっかりと鍛えていきましょう。筋肉の中で一番鍛えやすいのは足の筋肉、下半身の筋肉なんですよね。まあ、そこの失礼しました、足の筋肉を鍛えて、そして代謝を上げてウイルス対策だということなんですよね。ここで私ね、やっぱり気づくことがあるんですけども、マスクに手洗い確かに大事なんですけども、でも自分の生活習慣がいい加減で自分の免疫力が高まってない状態だと、マスクをしても手洗いをしても、全然効かないよってことはないんですけども、それ頼りになってもね、いけないのかなと思うんですよ。そういう意味で今回のガチンコマッチョクラブミスター M さんの動画っていうのは、基本的には体を鍛えることだよと、体を鍛えた上でマスク、それから手洗い、そういうのはすごく大事なんだよってことがね、汲み取れる内容になってるかなと思います。多くの方がマスクさえあればなんとかなるって思ってる、そこまでは言いませんけども、とりあえずマスクでね、ウイルス対策しようと思ってるとかいいんですけども、いくらマスクをしても自分の免疫力が低かったら、ちょっとしたことでね、やっぱり、インフルエンザかかってしまったりとか風邪をひいたりしてしまうんじゃないかなと思いますから、やっぱりしっかりとした生活習慣に筋肉をね、やっぱ鍛えて、筋肉っていうのがやっぱり抵抗力、すごく基礎代謝を上げて免疫力を高めていきますんで、筋肉をやっぱり鍛えていった方がいいのかなと思うんですよね。さあ、それでですね、今回のミスター M さんの動画、本当にね、いつもですけどもサムネイルもいいですし、タイトルちょっと長くなってますけども、タイトルもいいですしね、それから100キロの中年デブでもできるっていうところがいいですよね。もともとマッチョな人がいくらやってても NHK の番組みたいにね、筋肉は裏切らないみたいな番組見てても、みんなもうね、筋肉むちゃくちゃできていて、とてもそこまではできないよっていう風なハードル感じるんですけども、まあでも私と同じ年代のね、40代とか50代の方っていうのは大体ですね、お腹が出ちゃって、で決まった運動もなかなか難しくって、で、結構ね、更年期障害とか、それからまあ成人病ですか、ああいうのに懸念はあるんだけども、なかなかやり出せないって人だと思うんですよ。そういう方にきっとね、ミスター M さんの動画っていうのは、こんな1分とか2分で自分の体鍛えることができるんだ、そして自分よりも体重がね、重い人でも取り組んでるんだってことで、いろんな意味で励みになると思うんですよね。で、ミスター M さんの動画っていうのはチャンネル登録者数が30名と決して多いとは言えませんけども、30名の登録者に対して私が見たところ動画の再生数が14なんですよね。だからチャンネル登録した方の2人に1人が見ているということで、かなり人気の濃いチャンネル、少ないけども濃いチャンネルだと言えると思うんですよね。で、課題っていうのは一つです。それはチャンネル登録者数を、例えば今30人なんですけども、300人に増やした時っていうのは150回の再生が見込めるってことなんで、まあそんなにね、一気にチャンネル登録増えないと思いますけども、着実に増やしていただきたいなというところでございます。その意味でもね、やることは2つです。1つは動画を毎日更新していくことに、つきます。そしてもう1つはですね、自分の動画を紹介できるところをね、持つってことですよね。まあそうですね、 SNS がいいかなと思います。 Facebook に乗っけてみたりとか、ツイッターに乗っけてみたりってことですよね。YouTube っていうのは動画を上げるだけでは拡散効果はないんですよね。それは人気 YouTuber になったら別ですけども、やっぱりまだチャンネル登録が1000人に満たない方、もっと言ったら1万人に満たない方っていうのは、自分の動画ができたことを自分で知らせていかなくてはなかなか再生されないんですよね。まあ、そこをちょっと中長期的な課題としまして、短期的には動画をね、コンスタントに毎日のように作っていくっていうところから始めてみるのはいかがでしょうかということでございます。ではですね、ミスター M さんの動画説明欄の方にありますんで、皆さんも新型コロナ対策のためにも体を鍛えていきましょう。それではどうぞ。